もろこし TV。 シルベイのニュース解説の時間だよ。それではシルベイのちょお願いします。こんにちは。リクエストがありましたので、こちらの米国での陰性証明についてお話ししたいと思います。 COVID の陰性証明ですが、日本からご旅行になられている方で日本に入国する方は72時間以内の陰性証明が必要となります。承認されたテストのうち、アメリカで最もポピュラーなものは RT-PCR というものになります。ただしこちらの方は72時間以内に結果が出るものでないといけないので、そこを確認しないといけません。ディズニーワールド近辺のテストセンターまたはクリニックをシルビーヌが3月3日4日現在で調べました。こちらの方ウェブサイトでまとめておりますので、ぜひスチュワート・イン・ディズニー・ワールドのブログの方へお越しください。チュン。気になるお値段の方ですが、最安値は99ドル、まあ約100ドルですね。で、最高値は約200ドルということになっております。ただし200ドルのものはなんと30分以内に結果が出るそうです。うわー、はいやー、高速だチュー。シルビーヌの調べによると、高いところはなんと現金で300ドルも取るんだって。ぼったくりー。どういったサンプルを使うのかというと、だいたいアメリカでは2種類に分かれます。ネーゾファリンジャル、こちらの方は鼻咽頭拭い液。なんか難しいぞ。簡単に説明しますと、ネーゾというところは鼻という意味です。ファリンジャルというのは喉の意味です。だからこの場合は、綿棒を鼻から喉の方に奥に入れてグリグリする、ちょっとゲーっていうタイプの方ですね。ネーザルスワブというのは鼻の中に綿棒を入れてクリクリ回す、奥までは入れないのでゲーという心配はありません。こちらはですね、ちなみにですが、チームスチュワートがクルーズの乗船前に自分たちで行ったやつと同じタイプになります。4回くるくるくるっと回して片方の穴に入れた後、違う穴に入れてまたくるくるくるっと回して以上という感じになります。お手軽。このネーザルスワップは新たに加わった検査方法になりますので、こちらはとても便利になりました。その他の注意点としては、テストを申し込むときにきちんと RT-PCR を申し込んでください。ラピッドテストやアンテジンテストは違いますので注意。ウェブサイトの方には空港で使える2つの出張場も入っております。そちらの方は30分で結果が出るタイプになりますので、どうぞご参考になさってください。また注意点としては、 CVS やウォールグリーン、こちらの大手ドラッグチェーンでもドライブスルーや手軽に受けられますが、シルビーヌはおすすめしません。理由はというとですね、テストはその時期に受けられるかもしれませんが、72時間以内にテストが返ってくる、結果が返ってくるという保証がないからです。というのも、テストは第三者のラボに委託しているので、そこの混み具合によって最悪出発前までに返ってこない可能性もあるということです。また
他の YouTuber さんの方で CBS やウォールグリーン無料で受けられるかもしれないという情報があったのですが、そちらの方無料になるのはアメリカで保険インシュアランスに入ってそれをクレームするという場合だけですのでご注意ください。また自治体で実施している COVID のテストは無料ですが、トラベル用のものではないので時間もかかる可能性もあります。またそちらの方はですね、基本的に COVID の陽性の方と接触した場合が分かった場合のものなので、やはり自分の使用で使うのはおすすめできません。ウェブサイトの方には説明してございますが、予約が必要な場合、予約が不必要な場合がございます。そちらの方よく確認して行ってください。それでは安全な旅を。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。以上、シルベーヌニュースでした。チュー。